おはようございます。おはようございます。さあ10月14日ことぶきプラス鹿浜店です。やってきましたね。マイホーム昨日ちょっと計算したんですよ、ええ、もう5回来てて収支がなんと50万円オーバーです。50万。確かに勝ってるなと思いましたよ。っていうか負けてないじゃないですか。そう、負けなし、1回も負けなしのプラ50万。平均ずつ10万。我が子のミルク代並びにおむつ代いただいております。このまんまもう連勝記録でいきましょうよね。やっぱりでもずっと勝っていくわけないじゃないですか、うん、いつか負けますんで、うん、まあ、しょうがないかなと思うんですけど、そうですね、その時にいいレアつかんで、そうですね、いいレアつかみたいですよね、はい、ということで今日88人、あ、ニキたちがゾロゾロゾロ集まってきます。いっぱいに、あ、新しいニキ、新しいニキ、パツダンチャンネル出てないんですけど、はい、三浦家チャンネルに出てくれたの、はい、横浜ニキなんですよ、はい、どんどんニキ増えていく。春日部ニキ、青森ニキ、横浜ニキ、横浜ニキめちゃくちゃ多いっしょ。絶対いきます。はい、カットイン、あ、多分微妙、緑はこれだからもっといいカットイン。あ、おっと、ちょっと待て、これ最高記録じゃね。今までで一番いいんじゃない。12番。じゃあトラモさん忘れないようにちょっと認証だけやってみましょう。認証だけですか、一瞬三浦貴信になる。いや、まずおさらいですけど、はい、ミドルのレールガン毎回いいじゃないですか。ですね。で、今まで打ったことあるミドルのレールガンの中で2台回る台は把握してるんですよ。ですね。左から2番目と出来がいいっていうかね、出来押し台、うん、あれが取れれば間違いなく取ります。あ、もう一発でそこでいけますもんね。いけます。もう取れるんだったらね。ただミドルのレールガンの中でも結構ばらつきあるじゃないですか。ですね。どれミドルのレールガン釘組苦手じゃないですか。そうですね。ちょっとプレッシャーありますねこれね。はいはいはい、しかもそこがダメでも最強御坂にもいけるし、リゼロにもいける可能性あります、ね、ありますね。ね、これちょっといきなり見どころ朝一来ましたね。来ましたね。メインジマドーン行きますねこれ。さあ、じゃあ今日も一日ね、ちょっとガッツリやっていきましょうか。おっしゃ。じゃあ本日も一日よろしくお願いします。お願いします。さあ始まりますよ。逆にね、いつも気楽に入ってたんで、うわ久しぶりだなこの前の方から入るの。あ、でも今空いてるね、レールガンとかも選び放題ですよこれ。いつもここ満台だったからね。ちょっと朝一は、うーん、前回打ったのはこの右にで、これがね前に打って背がいいのを把握してる台、これちょっと一旦取りたいんですけど、一番28回った時よりは弱い気がするんだよね。ただ一発で積もれるとしたら今日だからね。あ、こっちにします。こっちにするわ、こっちにする、こっち。いや、なんか久しぶりにすげえドキドキした。なんかただ28回った回があるじゃないですか、あそこよりは、うーん、劣るとは思うので、うん、エヴァンゲリオンありですね。だからレールが、そうね、ただ前回打った26ぐらいの感じではあると思うんだよね。もうあとはまんべんなくいい感じですね。永遠の消防とはやっぱ前回と一緒ぐらいなんで、まあ20ぐらいかなというね。ゴブリンこれ前回よりいいかもね。ねえ、あ、ゴブリンいいっすね。だから俺結構奥の、ケツの方の番号から入ったらゴブリン今日やってただろうねこれ。あと沖縄はね、前回ねダメ元でもいろいろ掘りましたからね。だからもう基準ができてるわけですよね、前回でね。で、あれよりね、よく見えるような感じなら座ってみると。今日はね、うん、前回ぐらいだと思うな。いけると思うけどな。行きましょう。よし、行きましょう。まあでもなんか、これ本当にこれがリアルな台選びって感じがしますよね。もう本当にパチモロとしてね、しっかり打とうとするとね、もう本当同じ台ばっか打つことになりますからね。その同じ機種の同じ台番号、本当にこれがリアルって感じ。いや、朝一はこれ最善の台選びできてるはずだけどね。ただもう一機種よく見えたのがゴブリンスレイヤー。前回、まあ、先月よりはもうよく見えたと思う。いや本当にね、ちょっと最近悩みというか、やっぱ、あ、やっぱ刀も研がなきゃ錆びていくのと一緒で、やっぱりね、ちゃんと朝から打ちに行ってこういう猛者たちに揉まれて、でいい台掴んで勝つっていう、そこまでがワンセットね。それを毎日やっぱ繰り返した時期ってやっぱね、冴えに冴えてたから、いやー、その時から比べたら今どうかなってバサ考えてたら、いや今ちょっとなまってるよね絶対ね。
あとやっぱ変な話、こう動画回してるからやっぱ動画として毎回同じ機種になるのもどうだろうとかね、これやっぱ邪念もやっぱ入るし、もう今日でも一切考えてないんでそんなことね、もう動画つまんなくなっても何でもいいから、俺はもう今日いい一番いいやつ持って勝ちに行くって、もうそれだけです本当に。積もった宣言していいですか、早くも。あ、カメラいなかった積もった宣言しようかと思ったら、まだ1500円目打ち切る前だけど、積もった宣言していいですか。多分大丈夫。いやちょっと怪しいんじゃないですかこれ。本当に積もった宣言していいの。絶対大丈夫、もう体が覚えてるんで。やば、おおおお、ホヨンからホヨンから、あ、あるぞこれ、ホヨンから赤タイトル、ほぼ胸肉なんじゃねえかなっていうぐらいの、あー熱い熱い熱い、めったに出ないチャンスアップ、金のこれ当たるな。でももう最終段階までいってるもんね。で最後いちご、いちご見たことないぞ、多分シーフードカレーでしょ。あ、初めて出たこんなの、多分プレミアムなんじゃないこれ、だっていちご入ったもんね。え、多分当たるね、これ多分ねレアですよ、レいちごのカレーレッドブラック。はい、何せよ、71回転ちょだま、3500円分っすね。ちょっとね周りに関しては、うん、俺は回る、あのその前回打った時と近いぐらいの周りあるんじゃねえかなと思ってますけど、ちょっとまだ断言できない感じ。ひとまずまあこれでね持ち玉で、あのちょ玉で当たりましたんで、慎重にね出玉取って打っていきましょう。だから今日ちょっと気合い入ってるっていうのもあって、まあ背置きかどうかね、ちゃんと背置きっていうか、その前回と一緒かどうか、同じぐらいの周りがあるかどうかをちゃんと判断するために、通常時めちゃくちゃ今ここまで丁寧に打ってます。で右打ちの出玉もねちゃんともう一玉単位で継続して、しっかりねちょっとシビアに、まずはそのちゃんと回るっていう確信持てるまでは少なくともやっていきたいと思います。さあおなじみのラッシュチャレンジだね、163分の1で戻します、5割弱。あで前回打った台これ取ったわけですけど、左にからこっちに鞍替えした理由のもう一つが、この右打ちの出玉良かったですよね、うん、ここに関しては、うん、ここもやっぱ、うん、前回と、うん、近い感じに見えたんで、それもあります。で実際今打ってみてもうこぼれ玉やっぱ少ないので、まあ、若干だけどねここに関してはね、若干出玉は多く取れると思う。さあ、あとはもう見守るだけかな。ザンホリを無駄に食べに行く必要はないですからね。いやーダメですねファーストチャレンジは、まあしょうがない、大事なのはねやっぱねちゃんといい台を積もること、まあ、やっぱりねせっかくあんないい番号引いた時ぐらい、もう初見の店じゃないから、もうここはね本当にプライドのとしてね絶対に積もんなきゃみたいなとこあったんで、やっぱまだわかんないですけどね、まだ安心はしてないんだけど、うん、かなり、積もった可能性が高まりました。ちなみに前回打ったデータでいうと1000あたりの回転率が 26.2 でいくと持ち玉時給が2792円、まあ、大体持ち玉で2800円ぐらいの台を今俺は積もったと思い込んでます、はい。さあ、持ち玉とちょ玉2000発使い切って、現金1万円入れていきます。まあまだちょっとね1万円分打ち切る手前ぐらいですけど、ちょっと回転率ね出してみます。うん、そうですね、まだいい感じ、ちょっと今最後の辺ちょっと垂れた感じありましたけど、現状 25.56、まあ、25.6 ぐらいですね、まあ、前回打った時は 26.3 ぐらいなんで、まあ、同じぐらいの水準で今のところ動いてますね。いい感じよ。俺女性ファンなんてほとんど来たことないですよ、2期ばっかで、ネキ来ねえ、会いに来てくれる方の9割9分2期。ドラマさん、はい、パチダンの視聴層、ええ、女性 5% です、まあ、でしょうね
なんかそんな気はしてましたけど、女の人見てる感じないもん。ちなみに三浦家は半々ぐらいですか。三浦家ね、20% ぐらい女性いると思うな。おお、そう。やっぱご夫婦で見てる方もある、パターンもある。まあ比較的女性多い方ですよね、まだ。コメントとかも結構女の方多いんで、やっぱ平沢のところにね、共感したりとか、うん。さあ、展開悪いようで、まあそこまで行ってないですよ。ちょっと2000パスと1万円使い終わって2枚目行ってまいります。ちょっとここまで回転率出しましょうかね。まあどう考えても回ってますよね。回ってるね。1万8000分ぐらいの球で今474回転なんで完全に回ってる。25.8 ですね。もうなんか26付近でなんかこう安定してきてる感じありますよね。まあ、前回のね、打った時は 26.2 だったので、まあ誤差の範囲内ですよね。もうちょっと回る可能性もあるぞと。もう回転率はもバッチリ、俺ももう積もったと思ってますんで、あとは持ち玉ね。頼むよ、ほんと。こういうのトイレチャンスだったね。さっきは見れてなくてね、外れそうだし。いやー、600回転手前よ、もう。大きい、あるかも。まだ現金1万円、お、激安。いやー、先輩力もいい。あーっと、これは大丈夫だ。うん、これは大丈夫だ。さあ、おー、そう、まあ、そうか、そうか、そうか。ちょっとはまりましたけどね。初当たり2回目です。現金が1万4000円。小玉2000発とトータルね。で、上のデータで590回転。さあ、ちょっとここは次突破したいですよね。間違いなく今回ってるだけにね。1万4000円だから1万500円か。全然可愛いね、まだね。さあ、めちゃくちゃ大事っすよね、このラッシュチャレンジ。もうとにかく、間違いなく、ね、打ち切れる台ですんで、あとは現金で打つのか、持ち玉になってね、高期待値で打つのかという。もちろん持ち玉で打ちたいよね。耐えろ。あー、もうまだ今日1回もは、あ、リーチってかかってるね。リーチって言って、リーチ言うてるぞ、リーチ言うてるぞ。今日一回もまだ発展してないからね。さあ、これテンパりますよ。いい色で、いい色で、いい色で。3、あ、当たり。多分当たり。3って当たりだったと思う。弱いけど、いったんじゃない？よーし、よーし。そういうことですよ。どういうことかわかんないけど。やりました。嬉しい。いやー、持ち玉出てる。時給2800円が待ってるよ、ね、さあ、もちろんここは、約半分ぐらいで割合になるのかな。最強2000ね。あー、なんかミニマムっすね。で、前回もやったんですけど、このパカパカの 1,2,3,4,5,6 入ったぐらいで固めて、あー、今惜しかったね。ちょうど固まってきたやつが一応パカパカの最後にコバニスを狙える感じになります。俺の打ち方としては6個入ったぐらいで、ハンドル戻してパッとすぐひねり打ちすると。もう欲しいのはね、2000発ですよ。10ラウンドあたりですよ。ね、今3の3で決まりましたね。勝敗ってとこ占うよね。あ、まあ弱いか。おーっしゃ、これはでかい、マジで。おー、くわー、そうきますか。アクセラレーター、2000発以上プラス次回も濃厚というね。で、3000の割合も結構あるので、でね、この打ち出しのタイミングはね、いつもね、よくわからない。オーケー、42回転目。いや、ありがたいね。基本大丈夫。
ね、乗ってきております。あやー最悪、ちょっと待って、落ち着け。うわ今ちょっとやらかしたね、今やらかしましたね、最悪だね。パカパカ結構逃したと思う今。ほら少ないもん、6個入れた時にハンドル戻して打ったんですけど、たまたまここに引っかかっちゃって、しかもバネがなかなか戻んなくて、5発ぐらい全部左流れて、多分2、3発右入んなかった。うわーちょっとやらかしたね今ね。うわー終わるかー、2戦1発か。まあ1発引けただけよしかな、ちょっと振り分けは弱かったね。はい、レンジャーとしては6連なんですけど、2戦1発しか引けずに、ちょっとね弱かったは弱かったですね。ちょっと出玉減速してみましょう。さっきのレンちゃんが8ラウンドと600発のあたりが4回、2000発のあたりが1回と、で全部分解すると上アタッカーが22回、下アタッカーが24回と。で、まあ、いつも通りね上アタッカーを固定して、まあ、40個計算、昇級5個だからね、それでその分引いて下アタッカー24で残りを割るとやると、下アタッカーの出玉が 141.87、 141.9 個ということで、まあ、表記で名前よりは取れてるですが、途中でちょっと失態、あの左飛んじゃって、あのバカバカの何個か逃した分ね、ちょっとその分だけ少なかったかなと。その分加味してあげると144個ぐらいになるので、うん、まあ、ちょっとあそこはねちょっと注意しなくちゃいけないですね。なんで現状26ぐらい回ってるんで、プラ8ぐらいのね、感じでこのまま持ち玉なら打っていけると。よし、お入れいきましょう。なかなか締まったね前半戦でしたね、こう、うん、気持ち的にね。俺だから今日変な話、めちゃくちゃつまんねえ動画にしてやろうぐらいまで思ってます、うん、なんでいただきます。それぐらいもう本当に、あもう集中してますね、もう本当にぐらいの勢い。でも息とか、うん、喋ってる人はやっぱ本当に現場の人間なんだよ。ああ、確かにそうです、うん、それ見てるとやっぱ感化される、うん、入れてもらえます、うん、ダロンさん、はい、なんかあの子供のなんだっけミルクチップ、ミルクのあれがグレードが上がったって本当ですか？なんだそれそんなの1万円とかじゃないですけど、プロテイン俺のプロテインもらえた。だって今までなんか1缶2000円いかないぐらいで、まあ大体そんなもんや。でもなんかそれ飲ましたら便秘になっちゃって、で一回高いの飲ませようって言ったら調子いいの、あれ瓶切れ、俺初めて知ったよ。毎日プロテイン飲んでるみたいな。1800円ぐらいの1箱のプロテインだった、あプロテインじゃないのかな、ミルクだったのが今3500円ぐらい。2倍する800グラムしか入ってない。本当あっという間に抜けるっすよ、こんなん多分3日ぐらい。そうよ、800グラム3500円。多分俺のプロテインの今俺倍プロテインで買ってるんで倍ぐらいだ。倍すぐプロテイン負けました。さあタンパク質バチッと補充して昼から持っていきましょう。現状、投資がね長玉2000発と1万4000現金、持ち玉が3500発と、まあ、ちょっとマイナスな感じですけどね、持ち玉でさえ打てばね期待値高いんで、で回転率が、現状で、ね、25.9 ということで、やっぱり前回打った時とね近い感じですよね。またもう展開は神の水を知るですんで、ぶん回していきましょう、ぶん回していきましょう。でまあ、このぐらいの持ち玉だと、ね、枯れる可能性もあるんで、まあ、そこまで雑には打てないんですけど、うん、まあ、ここからもしつながって1万発ぐらいまで持っちゃえば、まあ、あの28回した時に打った時みたいにね、あの保養をバンバンつけて時間300回回した方でねやっていけるんで、まあ、そうなれば一番いいかなっていうね。あうまいうまい、うまくなってるうまくなってる、あうまくなってるうまくなってる。ただね、2機はね、すごい光るもんありますよ、あいつは。まあ、ライター仕事始めてからですけど、1回だけ弟子を取ったことがありまして、まあね、あの体中に入れ墨が入ったやつで、もともとね、飲み友達だったんだよね。
体中に入れ墨入ってるから、まあ、普通の仕事に就くこともできない。でさらにそいつがその内子の仕事をしてたんだけど、ちょっと揉めて名古屋にもいられなくなりましたみたいな、もうなんかニッチもサッチも行かなくなって、で横浜に行ってちょっとパチンコ修行行きますみたいな感じになったんですけど、で横浜でももうちょっと食えませんみたいな、もう持ち金もなくなってしまってどうしたらいいですかって泣きつかれたんで、じゃあ分かった、俺と一緒にじゃあやろうみたいな感じで、まあ弟子みたいな状態になったんですよね。そうね、今のその春日部2期もなんか近いような感じなんですけど、すごくねパチンコに対する考え方とか技量がすごかったんだよね。あ、これはあの筋がいいぞと。まあ俺は名古屋に住んでたんですけど、まあこう東京にねこう収録とかライター仕事で来るたびに横浜にこう寄ったりして、一緒にお店をこう開拓したりとかしたりとかして、もう金がつきます、つきましたって言ってしょっちゅう連絡来るんだよね。で俺はあそうかつって、まあ金送ると、でまたつきましたってまた送ると、でもいくらかちょっと忘れちゃったけど、もうある日ね連絡が取れなくなっちゃって、なんだっけな、ホストの仕事だかなんかしてお金返しますみたいなのを連絡を最後に連絡が途切れたんだよね。で俺は、その後ね、まあ、横浜の店いろいろ2人でねちょだましたりした店が何軒もあったんで、いやまさか持ち逃げすることないだろうと思って、まあ一応その店に行ってみたところ、まあ2人で貯めたちょだまとかも全部引き出されてて、まあちょっと悲しいことにね、まあ持ち逃げされてしまったんだけど、まあねそんなこともありましたね。なんかね、何年か経ってから連絡が来て、まあ今でもそのパチンコとかでどっかで食えてるみたい、どうやらね。まあなんで結果としては良かったかなと思うんですけどね。ただその時に貸したお金とかちょだま持ち逃げされた分は戻ってきてはないので、今でも俺と連絡取れる状態にあるから、俺は連絡して俺から返せとは言ってないんだけど、あのこれを見たらね、君の方から言ってきなさいと俺は思ってますよ。俺から言うことじゃないからね。まああのちょっと悲しかったですね、やっぱね、さすがにね。なんで俺の中ではもうなんかもうあんまりその事実を認めたくなかったから、なんかないことにしてましたからずっとね。はい、これで持ち玉飲まれましたんでちょっと回転率を出します。抜けて486回転ね、さっき490回転でまた486だからね、ここまでの回転率が、1048回転回しまして、1000あたり 26.77 と、まあ、大体 26.8 ですよね、上がってきてますと。もう迷うことなくね現金投資入っていきたいと思います。でこの店の現金投資時のボーダーが、まあ、ざっくり 22.8 なんですが、この店ね228玉貸しなんで、これをね 0.91 にかけると、今の 26.77 に、これかけると228玉の回転率が出ます。でこれが 22.8 を超えてればプラスなんですけど、1.6 回転ぐらい超えてますと、現金投資でも。で持ち玉ならプラス 8.7 回転ぐらいになるということで、もう迷うことないですよね。もう現金ジャブジャブいきます。まあ、なんで今日の立ち回りとしてはもう朝の 台選びというか、もうこれを取った時点でもう今日の仕事の、8割ぐらい終わってましたよと、ね、いうことでしたね。でもあの割と早めに積もった宣言を出したのでちょっとほっとしてますけどね。いや本当にこれはね、 朝はね不安なもんなのよ。あの記憶ってのはね、なんかこう曖昧なもんだから本当に。おっと、久しぶり。いやもうこれも勝負だね。今857でしょ、789、859回転目に先読みで、今の時間が、夕方の5時過ぎということで、まあ、ここで持ち玉できればこのままね、まあ、打ち切れる可能性も出てくると。いやこれ大事ですよ本当に、もう言うまでもなく。もうこの画面見るのも久しぶりだねこれね。いやさあ保留を変えなさい。あ、軍だって。
あらららららら、結構珍しいっすよ、あのこんなとこで組んでるの。まだ行くはずで、月ね、そうそうそう、暑いです。ちょっと保留はね、あの育ちきらんかったけど、ちょっと大丈夫よね、赤保留と最後ちょっと赤かってよ、あっぶねえ危ない、よかったね、よかったね。まあここは別にゴールじゃないんだけど、ひとまず現金投資は止まりましたと。現金は27,500円。さあ行ってきます、勝負です、完全に勝負。夕方5時でこれ初当たりようやく3回目なんで少なすぎるのよ。うわー、5回とか言ってるし、いやー引けないっすね今日ね、残念。いやー一応持ち玉300個ぐらいできたけど、はい、ちょっとで浮きました持ち玉でまあだからこの鹿浜店のね、あの前回のトラマスの動画で俺7時ぐらいにやめたのかな、赤ちゃんを沐浴に入れるために、まあ、持ち玉あったけどやめたわけですけど、まあだからこういう時があるから、持ち玉がある時は本当は絶対に打たなくちゃいけないんだよね絶対に。俺はもう赤ちゃん優先しますけど、今後もね、本当はパチンコで勝つってことで考えたら、うん、もう石にかじりついてでも持ち玉があるときはやっぱ打たないと、毎回持ち玉ができるとは限らないんでね、絶対にこういう苦戦する日は嫌でも来ますんで、どんだけいい台打ってでも来るんで、まあ、これは選べないからね、人がねどうこうするってことはできないんで、人が選べるってのはやめるかやめないかっていうね、持ち玉で打つか打たないかって、そこの選択肢、そこはやっぱりね、まあ時間に限りがある人ない人いますけど、パチンコで勝ちたいならやっぱね、交換ギャップがあるお店でちゃんとプラスの台であるならやっぱ、うん、限界まではやっぱ持ち玉で打つべきですね、本当ね。やばい系的に。またね。はい。ちょっとやばい系的に。うん。お疲れ、ありがとう。頑張ってください。頑張って。偉いでしょやっぱね。普通はもう帰ってビールですよ。もう夕方だからね。こっからやっぱ明日の当てを見つけてね、しかもチョ玉がこっから使えるから、そのチョ玉使って期待積みつつ明日の当てを見つけて、ね、また明日も朝からっていう、素晴らしい。みんなだから初心を思い返すんじゃないですか、日記を見て、うん、ちょっとビッと襟正してね、やっぱね、やっぱ緩んできてるんで、やっぱね10年も20年もやってると思う。いやー日記よかったな、キラキラさせてたな。持ち玉飲まれてあの目できるってのは、あやっぱパチプロの才能があるよね、やっぱね光るもん感じますよやっぱ。いやーね、本当に明日打つだけないってのは本当不安だから、もうとにかくこうやっていい台を打ってる時しか心はね休まらないっていうね、本当そうなんですよ、毎日がそれの繰り返しなんで。だからここからね店回り行くなんてもうなんてことないのよ、次の日苦しむものとか比べたら。まあだからそう考えるとパチプロがなんかこうハマっても大してね効いてないっていうか、あんまりこう展開気にしないのもなんかわかるでしょ多分ね。うん、まあそれだけ本当にいい台を掴むとか期待値のところに、まあ重きを置いてるってことだよね、重きをもうそこにしか置いてないむしろね。だから今日もまあ展開悪いですけど、まあそんなことよりもこうちゃんといい台が打てたというね、そっちのことが大事なので、あと展開はもうしょうがなかったと。まだね、分かんないけどね。ここまでね、だいたい1400回転回して、回転率ちょっと落ちて 25.5。で、ここから現金投資入るわけなので、228玉に直すと、228玉あたりは 23.2 となります。上が250玉換算ね。で下が228玉だ。で、228玉の、ボーダーが 22.8 ってとこなんで、一応ちょいプラなんですよ、まあ、ほぼチャラぐらいですかね。なので、まあ、ここから続けるのも全然ありだと思います。特に、マイナスの期待値積むわけではないので、ただ俺が求めるのはやっぱプラスの期待値をね積みたいわけで、まあ、平均してね2時間ぐらいの現金投資の時間が生まれて、その後2時間ぐらいしか、持ち玉で打てないと、まあ、すぐね持ち玉になる可能性もあるんだけど、まあ、ここは一旦冷静になってね、
すごいいい台なのは、ね、もったいないですけど、ちょっとここでね今日引きたいと思います。うん、まあしょうがない、こういう日はねいつか来ますんで、うん、ちょっと最後周りね見て回りましょうか。相変わらずここも暑いですよね、エヴァンゲリオンとリゼロの島で。知り合いに聞いたところだと23ぐらい回るってね、リゼロ行ってみたんで、まあ、いつかねリゾラ攻めたいですけどね。でエヴァが増大してんすよね。俺ここに関してはね、俺朝気づかなかったな。もうちょっとちゃんとねエヴァンゲリオン見てもよかったかもしれないですね。朝パッと見て、あエヴァいいなと思いましたもんね。うん、確かにいいね。どうやら知り合いの上手い人曰く23ぐらいあるらしいんで、これまたまたま空き台になってますけど、これもね第一足台ですよね。で延々シードと、この辺もねもう軒並み持ち玉ならねしっかりボーダー超えると。で沖縄もやっぱねちょっと前までこれ死に島でしたからね。でもねちょっと上手い人もやっぱこの島打ってんだよね。もしかしたら前回よりもどうなんだろうね、ちょっといいのかな。まあ一緒ぐらいには見えるけど、これ2機が打ってた台が23ぐらいだということみたいです。だから前回ぐらいから沖海が復活してんすよね。え俺の沖海がね、え、あのねリム層ね、ここも死んでたんだけど、いやあの生き返ってますからね、マジで。いい番号引けたんでレールガンね、まあ、取れてずっと打ってたわけですけど、もしケツから入ったらリム層沖海ゴブスレあたりは触ってると思います。多分この辺かな、やるなら今日は。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。現在6時過ぎですね。そうですね、ちょっと展開負けとなりました。負けですけど、なんかすがすがしい。そうですね、じゃあまずは収支の方からよろしくお願いします。はい、今日ですね通常1399回転回しまして、投資がちょ玉2000発と、現金3万円で、回収ゼロということで収支がマイナス3万8000と、鹿浜店初のマイナスで終わりました。ただ、今日のね台のクオリティですけども、回転率 25.5 と、ということで、もう台はね今日バッチリでしたよ ね。で今日の期待値ですけど、1回転の単価が 12.93 円で、時間190回転計算で、期待時給が2456円と、これももうなかなかの数字出たんじゃないですか。いや素晴らしいでしょう、今日しかも一発もでそれができたっていうのはね。しかもね、あの途中ちょっと出玉ミスったじゃないですか、あの左飛ばしてあのパカパカ入れきれずに、あの少ない出玉でこれ換算してるんで、はいはい、まあ本来ならもうちょっと、ね、本来ならもうちょっと取れるはずです。はい、はい、ということで本日今日1日ですけども、まあいい番号引けてあの台座ったって感じなんですけど。そうですね、朝一やっぱちょっとプレッシャーもありましたけど、あのやっぱ春日部2期の影響とかも受けて、まあ、やっぱりねちょっと熱い気持ちをもう今日も朝から持ってね行けたので、はい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 、まあなんとか掴めては良かったですけどね。うん、でまあ報告聞く感じでは、リゼロ23、エヴァ23、あと沖海5、23とか。なんで今日両番引けたんで、あのまあレールが積もれて良かったんですけど、もし悪い番号でも多分今日なんとかなったんじゃないかなっていうね感じでしたよね。まあ、リゼロエヴァと取れなかったかもしれないですけど、うんうん、あの最後見て回った感じでいくと、やっぱ気になったのが沖海、うんうんうん、前回からねちょっと復活の兆しあったじゃないですか。でこれ俺の予想っすよ、俺あの前回の動画で沖海7回打って、あこれダメだみたいな感じでやめたのを店長見て、多分今回回してきたんじゃないかなっていう。あーワンチャンありますね。トロが今日朝のパパッとした見立てでは、まあ、前回と同じぐらいかなってことで触らなかったですけど、やっぱレールガンもう取れちゃってたんで、もう心がもうレールガンに完全に ありましたから。そうさっきも見たらね、上手い人も打ってたんでね。いや上手い人がね、2機がやめたのも含めると上手い人4人打ってたんですよ、うん、ねえ、これどっちですかねこいつまたレールガンかよっていうのと、ああクソ盤引いていろいろあぶれていろんな台打てよって、どっちのあれなんですかね。みんな見たい、見たいんだろうね、うん、ただ俺はもう今後も、もう動画の出来とかも関係なくもう期待値を追い求めていきますんでもうこれ宣言しておきます。言い切った。だからいい番号引いたら毎回レールが打って毎回同じ番号引いて、でもそれがリアルなんで、つまんねえやつだな、つまんねえやつと思われてももうそこはもう関係ないっていうね、貫徹してきますよ。そうね、はい、その時その時に応じたあれだもんね。そうですね、そうですね、まあ、自然とあの溢れる回も絶対出てくるんで、出てくる出てくる、いや今日コメントもなんかいいこと結構言ったりして、なんか
中身 の, あの展開は悪かったですけど、うん、そのなんか内容のあるあの動画だったと思います。なんかやっぱりねちょっと気持ち入りましたね今日ね、非常にそのちょっと負けはしましたけどいいあるあるでちょっと締めましょうかね。じゃあちょっと引き締まるようなね、はい、身も筋肉も引き締まるような筋肉あるあるで、はい、プロテインが切れた場合代用で粉ミルク飲める。ありがとうございました。いやダメでしょ飲んだ。いやあれ多分飲めるんですよ。俺あのミルク作りながらちょっとプチャッと落ちるじゃないですか、うん、ベロッと舐めたら結構美味しかったで栄養成分見たらもう完璧なんですよ。完璧。タンパク質、脂質、炭水化物完璧なバランスで入ってるんで。そうだよね。甘味なんとか量とか絶対ないよね。しかも俺のプロテインより高いんですよだからもう困ったらあれ飲んどけば非常時はもうあの粉ミルクで大丈夫です、はい、さようなら。また見てね